こんにちは、日本改革党靴沢です。シャドーガーデン様、上総介様、水利魔法様、中村社長様、お手紙もご支援ありがとうございました。何度も何度もご支援いただきまして誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。5月4日メール党員懇親会、会場定数残りわずかとなりました。ご参加ご応募お早めにお願いいたします。本日発売月刊ウィル6月号、私が河野太郎に訴えられていることを報じてくれました。これ新聞の広告、新聞向け広告だそうであります。小西博之のようなコッパ議員じゃなくて、現職大臣の総理候補が民間人を民事の名誉毀損で訴えたっていう史上初の面白ネタをですね、テレビ新聞が一切報道しないのは、河野とマスゴミが宗教の犬仲間だからでしょうね。かばいやってんでしょうね。これが高市さんだったら朝から晩までワイドショーで特集すると思いますよ。そんなんだからテレビ離れ、新聞離れというか、一度もテレビにくっついてないから、若者は離れてないっていう、若者に見向きもされず新規客を獲得できないから、今見てる人、今新聞読んでる人が減っていく、自然、寿命で、減っていく自然現象、に合わせて先細り、お先真っ暗なのは共産党と一緒ですね。新規の入ってくる人を獲得できなくて今いる人が減っていくだけっていうのは共産党と一緒ですね。初めて紙媒体に乗ったということで、私と河野の戦いも一歩前進であります。Amazon でお買い求めの方はこちらからどうぞ、URL 貼っておきますんでね。あと新聞広告、何万部何百万部、新聞に広告載ったかわかりませんけれども、これに乗ったっていうのも大きいかな。ちっこくね、中京の犬呼ばわりしたら河野太郎に訴えられました。靴沢良治って、書いてありますんで、初めて、紙媒体に、訴訟のことが載りました。朝鮮日報、日本政府は韓国を適正国家とみなしているのかー。 LINE の情報漏れ、改善指導に文句言ってました。いや、情報漏れてんの指導しなくちゃダメだろ。なんか韓国ネイバー社と資本提携してて、その LINE ヤフーがそれの資本関係切り離せって言われたらしいんですけど、それにね文句垂れておりました。いや、竹島軍事占領してるし、竹島、普通に敵国ですけどね、韓国は。世論です。現在進行形で竹島侵略中だから、もちろん敵国、日本を敵とみなして嫌がらせをしまくってるのはお前らだよ。お前ら最初から敵だろ。反日原理主義の韓国は明確な敵国。これだけ反日しといてよく言うわ。レーダー照射したの忘れたのか。レーダー照射してくるような国が敵じゃなければ何なんだ。自分らは日本を敵とみなすが、韓国は敵とみなすなって頭おかしいのか。朝鮮日報が気違いなのはよく分かったと。現在でもサンフランシスコ条約に違反して竹島軍事占領中、両国間の問題は完全かつ永久に解決。日韓基本条約に違反して自称慰安婦賠償請求や、自称徴用工賠償請求してみたり、韓国は完全な敵国で、韓国人は完全な敵国人、こいつらがなんで普通に日本観光できるのか全然わかんないですよ。私にはおかしいと思わないの、自民党公明党は。敵国人にテレビ新聞支配されてて危ないと思わないの。通信の LINE を敵国人に支配されて危ないって思わないの。平和ボケっつうか、もはやただのボケでしょ、そんなの。いい加減にしろってね、自民公明を怒鳴りたいっすよ。お前ら寝ぼけてんのもいい加減にしろよ。恋の税金滞納や禁錮刑で永住資格剥奪の政府案に、弁護士と永住者が衆議院会館で、緊急集会。誰が貸したんだろう、誰が口利きしたんだろう。弁護士、永住者の日常を不安なものにし続ける法案であり、排外主義の権限以外の何者でもありません。ミャンマー人、当事者の意見を聞かずに入管が自分たちだけで法案を作ってることはおかしい。おかしなこと言うよね、こいつね。
犯罪者の意見をなんで聞かなくちゃいけないのかっていう、その刑罰を決めるときにおかしなこと言ってるなこいつ、世論です。税金払えよアホか。じゃあ犯罪すんねん。制度的に取り消せない許可はない。問題を起こさない人は問題なく永住できるってだけ。外国人の滞在許可は日本の主権そのものであって、これを否定する者はスパイか犯罪者。取り消されるような悪さしたら取り消されるってだけ。こんな制度作らないとならんぐらい外国人が犯罪を犯してるってことなんだぞ。日本人だって海外で犯罪を脱税したら強制送還になる。この弁護士の家で引き取る。無法者には相応の対処が必要と。永住資格は者現在88万人になって、結構いるなーと。そのうち40万人ぐらいが朝鮮韓国籍ですか。当事者の意見を聞かずに入管が自分たちだけで法案作るっておかしいって。詐欺罪の量刑決めるのに詐欺師の意見聞かなくちゃいけないのか。このミャンマー人何言ってんだ。おかしいだろって。真面目に日本に向き合っているのにとか言ってるけど、そんな証拠一つもないんだな。そもそも真面目な永住者に関係ない話ですよこの法改正は。脱税じゃないや、故意の税金滞納したらダメよ、懲役になるぐらいの罪を犯しちゃダメって言ってるだけで、税金滞納する気満々、犯罪する気満々の連中だけが騒ぐんですよ。スパイ防止法に反対するのはスパイそのものですよね。パイをギャオンって言ってるけど、嫌なら税金滞納すんねん。違法行為しなきゃいいだろ。で、無慈悲に一刀両断できますね。永住資格取り消されると知ってて、なぜやったっても言えますね。こんな法改正しなくちゃいけないほど、永住者による犯罪が多いってことですよ。それと、実習制度に代わるですね、育成就労制度と、特定技能の在留資格で、大量に外国人を輸入してしようとしている自民党公明党が先手打ったっていう側面もありますね。移民政策進めてるんだ自民党公明は、紛れもなく。衆院総務委員会で NHK ネットのみの視聴でもテレビと同程度の受信料を徴収する。衛星放送のネット配信は当面見送りで、テレビと同額だと地上波のみ、月額1100円ぐらいネットだけでも撮りたい言ってます。世論です。何を受信するんだ。ネットは放送じゃないじゃん。送りつけ商法ここに極まれる。こういうことやってから衰退していくんだよ。NHK は LINE は国産アプリと嘘報道繰り返してたぐらい嘘つき、悪質な押し売りを受信契約と言い換えるのやめなさい。ネット回線のただ乗りはダメだろ。俺は払わんぞ。世界中から徴収したら納得してやると。今んとこね、総務省の有識者会議が、スマホ持っただけで NHK 受信料徴収はおかしいで意見が一致しているので、踏みとどまってるんですけれども、NHK が目指しているのはまさにそれ。スマホ持っただけで受信料取りたい。それを目指していると、なんで断言できるのかっていうとですね、Amazon プライムや D アニメなど、サブスクで普通のですね、ID とパスワードでログインを、かたくなに拒否してるんですよ NHK は。それでいいじゃんって思うんですけどね。この方式でどのぐらい人が契約してくれっか調査と試算したんでしょうね。で、多分それが悲惨な結果だったんでしょう。 NHK はスクランブルにした場合どのぐらい契約者残ってくれるのか調査と試算した過去があります。半分も残らない結果となってですね、当時の NHK 会長の顔色が変わった。その調査以来ですね、NHK は堅くなにスクランブルを拒否し続けてます。同様にですね、普通のサブスク方式を未来永劫拒否し続けることでしょう。自民党公明党のバカ議員がうまーく騙されて、スマホ持ってるだけで、パソコンがあるだけで、受信料取られないように今後も監視していかないとね。なんかあったら大反対しましょうね。デモも、その時にはデモもやりますんで、皆様ご参加ください。兵庫県高砂署、スーパーで落としたポイントカード盗んだ疑いで、韓国人女58歳を逮捕。ポイントカード、ピロッターポイントカードを横領したんでしょうね。猫ババ。不法滞在25年の犯罪者だった。筋金入りだな。
じゃあ、 33歳の時に来日したのか。当初の滞在予定は15日間居住地を転々とする方法で不法滞在を続けていたみたいであります。女には逮捕当時同棲している男がいたそうであります。優しい神戸新聞、名前を載せずと、世論です。好きあらば不法滞在、同じようなのが何万人もいると思う。25年間働きもしなかったってことは、どんな協力者がいたらここまでできるのかね。まあ、知り合いがもともといて、知り合いの店でバイトとか行ったら身元バレないか。あと納税もしないでさ、現金で給料もらってさ、現金商売の店でさ、同居の男もスパイだろ。マイナンバーも拒否するわけだ。外国人犯罪数は不法滞在者数も含めるべき。滞在予定は15日間、普通の就労ビザや中期滞在許可取れなかったわけありなんすかね。犯罪歴、前科があるとかね。25年隠れてられたのは協力者がいたからと思われます。普通にスパイじゃねえのかこいつ。同居の男も怪しいですよ。スパイの拠点だったんじゃねえのそこ。韓国籍の北朝鮮スパイなんて韓国内にも溢れ返っております。韓国の労働組合、だいたい北朝鮮のスパイです。スーパーで落とし物のポイントカードを盗んだ疑いで逮捕。落とし物を盗んだっていうか、遺失物横領っていうか、名前が書いてなければポイントカード、本人のポイントカードなのか盗んだものなのか、ちょっと見分けがつきにくいですよね。これで逮捕ってことは、警察がこいつ不法滞在じゃねえかって当たりつけて監視されてたじゃないですかね。こういうのはから外国人への職質はどんどんすべきなんですよ。不法滞在多いんだからさ。外国人だからといって職質は差別。後ろめたいやつが騒いでんですよ。日本に滞在してんなら日本のために職質に協力しろ。不法滞在者25万人もいんだからさ。今日の単身、日米金利差による円安が進んで、今日34年ぶりに1ドル156円を記録。まあ一時的でしたけれども、ドルの金利が高いんですね。肯定歩合っていうかね。日本を弱体化させる円高を推進してきた売国度の日経新聞、円急落って大騒ぎ。急落ってなんかイメージ悪い言葉使えますけれども、民主党政権1ドル78円時代に半導体の LP だはじめとした多くの企業が倒産しましたよね。日本と日本人にとって円安は善、円高は悪なんですよ。円高で喜ぶのはですね、日本に物を売りつけたい近隣諸国だけですよ。あと日本の商品が競争相手で、それが安いと困るっていう連中。ワウコリア、スーパー円安の影響で韓国経済に打撃。韓国紙は、韓国報道は正直ですね、真実を敵国の報道で知るっていう情けなさ。やはり日本のメディアは世界一のゴミクズで間違いないですね。婚活大手株式会社 IBJ 調査、性婚のしやすさ、平均を100とした場合、お酒飲む男性の性婚しやすさは 123%、2割増し、平均より飲まない男性は 74.8%、2割5分減、飲む女性 118%、2割増し、飲まない女性92%、1割減。なので男女ともにお酒を飲まない人が婚活には不利という結果になりました。酒飲めば結婚できる、飲まないと結婚できないわけじゃないのでご注意ください。脳科学者中野信子さん、性交は特に女性にとって非常にリスクなんで、受け入れてもいいと思う時は脳が一時的に狂ってる状態です。狂ってんだって。恋愛脳とかよく言いますけど、受け入れてもいいなっていう女性が思うときは狂ってんだって、脳の状態的には。お酒が脳の狂いを手助けするんですかね、もしかしてね。女性の方が男よりリスキーなのは納得ですよ。妊娠も病気もその後の生活も男よりはるかに危険あるしね。もし妊娠しちゃったら 2,3 年動けなくなっちゃうわけだから、子供を産んだらね 2,3 年動けなくなっちゃうから、
その後の生活がリスキーですしね。なので、男より女性の方が恋愛の時には狂ってると。ホストにハマっちゃうのもこれなのかなというような気もする記事でありました。というわけでチャンネル登録よろしくお願いします。メール登院懇親会、残りわずかであります。ご応募お早めにお願いいたします。デトックスジャパン。